はい、皆さんおはようございます。今日から議会、この講義を担当します大西と申します。哲学研究室の出身です。まずですね、ね、紹介したんですけど、簡単なレジュメです。1枚は、1ページ目ですね。1ページ目はこの講義の目的とあのメニューを書いたもの。でその裏に文献表があります。興味のこの講義を聞いて興味を持った方は、まあ、この文献を見てですね、自分で勉強してみてください。もうなくなってるのかな。あら、長いコピーとかできる。すみません。思ったより人がいました。はい。どこまで話した？あ、そうか。で、レジュメ、あと1枚あると思いますが、そこに、今日の講義で重要な図が出てます。今日の講義、ほとんどその図について、お話しする。あ、あと照明が載ってますね。それについてお話しするということです。あとはですね、スライドでバババババッとやっていきますけど、全部ノート取る必要はありません。まあ、重要かなと思ったところだけ、ちょっとメモしてもらったらいいです。あとは、こんなもんですか。じゃあ、講義始めようと思います。タイトルが、カニ・ハワード同型対応入門です。ほとんどの方が聞いたことのない言葉だと思います。なので、この講義の目的は、このカリー・ハワード同型対応って何ということを説明するのが目的。こういう面白いことがあるんですよという紹介です。で、簡単に言うと、カリー・ハワード同型対応っていうのは、数学における証明というのがありますが、それの構造と、このコンピューターの中で動いているプログラムの構造がぴったり一致するということです。どう一致するのかを今からご説明するということです。まずこの言葉から説明していきますけど、ハリー・ハワードというのはハリーさんとハワードさんということです。ハワードさんの写真なかったですが、ハリーさんはこういう顔、どちらも20世紀に生きた人ですね。ハワードさんまで生きている時代ですけど、でなのでですね、ハリー・ハワード同型対応というものが成り立つよと言われたのは20世紀のこと。1934年と58年にカリーが今とはちょっと違う形でこういうことが成り立つよと言った。で、68年にハワードが現在の形で定式化しました。なんで比較的新しいものです。はい。で、カリー・ハワードについては説明しました。同型対応ってどういうことですか？コードが一致することです。コードというのはいくつかのものがあって、それらの間に関係が成り立っているということ、そういう骨格のようなものと思ってもらったらいいです。で、今からそういう構造を見ていきますので、どういうものかはすぐに分かると思います。で、同型対応ということは、それらが骨格が同じ、ぴったりと一致するということです。はい。まあ、何のことやまだ分からないと思うので、今からそれを見ているということです。で、まずですね、なんでこんなことをお前は言い出してるんだという話。数学における証明の構造とコンピューターのプログラムの構造が一対一するということ。証明とかプログラムとかの話してるけど、これって哲学なんですかと。私、哲学研究室のものなんですが、哲学なんですかということ、思われると思うんですが、この同型対応が成り立ったよということ自体は、まあ、広い意味での論理学の事実です。なんで哲学的な事実とか哲学的な主張ではありません。論理学で成り立っていること。でもですね、その成り立っていることを見ると、どうやら非常に面白い哲学的な問題が見えてくる。ということで、哲学者はこれについて考えるべきではないのかということです。とはいえですね、その哲学的問題にたどり着くためには、ちゃんと見ていただいたので、それをやるということです。
で、なんで哲学的問題が出てくるのかというとですね、証明、まず証明について考えます。証明というのは論理的な推論からできてます、皆さんも日常的にやっていると思います。何々が成り立っている、だからこれも成り立っている、あるいは何々が成り立っている、従ってこれも成り立っているという形での推論、人間というのは推論する生き物です、人間の生活、実践、活動、行動にとって推論というのは非常に重要な役割を果たしている。その一方で、プログラムの方を考えます。これは 何らかの計算を表している、簡単に言えば2たす3出したら5になるよねということです。2たす3イコール5なんてつまらない計算ですけども、それがないと、生活成り立ちませんよね。で、特に今の生活だとコンピューターというものがなければ結構困ってしまうところが多いということで、証明もプログラムもですね、我々の知的な活動、知的な行為、知的な実践の中で非常に重要な役割を果たしているものです。 でもちょっとジャンルが違うんじゃないと思われます。推論は何々が何々何々だ、だから何々だという形、ちょっと2たす3イコール5、なんか違うジャンルのように思える。でもそれがきれいに対応する、もっと言えばですね、同じようなもんが考えられないこともない、そんぐらいまでいっちゃう。これって不思議なことですね。ジャンルの違うものが対応するということだけでも不思議、しかもそのジャンル、両方のジャンルが非常に重要なものであるということ、これが合わさると、なんだろうねこれと、哲学的に考えないとダメじゃないのという問題が出てくるわけです。はい。で、そのカリー・ハワード対応についてご説明するわけですけど、その裏テーマは形式化です。形式化っていうのは、あるプロセス、行為、現象の中からあるパターンをはっきりと取り出すことです。で、カリー・ハワード統計対応で対応すると言われているのは、証明の構造、これすなわち推論のパターン、プログラムの構造は、計算のパターン、パターン同士が一致する、両方からパターンを取り出してみるとそれが一致するということ、一致する、という不思議なことが出てくる。つまりパターンを取り出すと何が起こるか、あるいはどんな面白いことが起こるかということを、実例を挙げたいということです。で、それを通じてですね、形式化を、こういう形式化を行う学問の論理学ですが、その論理学の魅力について知ってもらおう。私、哲学なんですが、論理学の魅力について話す。で、私はがやってるのは論理学の哲学と言われる分野の哲学です。論理学の哲学って何ですかと言われると私も困るんですが、今から私がやるようなことが論理学の哲学の一例だと思ってます。まあ、細かいことは考えずに、なんか面白いことが起こってるよという目で見ていただけたらありがたい。はい。どんどん早口で言ってますけど、じゃあこの講義、カリー・ハワード統計対応を説明するので、その対応すると言われている証明の構造とプログラムの構造についてそれぞれお話しする必要がありますね。で、それぞれの構造、パターンがどのようにどういう問題意識のもとで取り出されてきたかということをお話しします。で、パターン同士取り出してみたらこう対応するなとすぐ分かります。だからどうやって取り出すかというのが問題。そして、それぞれですね、証明とプログラム、対応するように無理くり取り出してきたらそれは対応するのは当たり前なんですが、別々の問題意識、別々のしかも意味のある問題意識のもとパターンを取り出す、別々に取り出す、それが、見てみたら対応するねということで、すごい不思議なものなんですね。それを分かっていただきたいということで、両方について、証明の構造とプログラムの構造それぞれについてある程度詳しくお話しします。はい。ということで、2回あるので、今日は証明についてお話しします。
来週がプログラムで、両者を見ると対応するねということが分かります。はい、でこういう3本立てでいきます。まずですね、証明って一体何だと、証明って一体何だと、数学の中で証明というのが行われるんですが、そこで果たしている役割で、その証明について研究する論理学、あるいは形式論理学と言われるものについて紹介します。でその形式論理学がやっていること、証明の構造を取り出すということ、証明のパターンを取り出すということを実際にやってみます。どういうふうにパターンを取り出すかをやってみます。で最後にですね、なんでそんなことをするんですか、問題意識ですね、問題意識と目的、そして何が、いいのか、どんな良いことがあるのか、何の意味があるのかということについて、最後にお話しします。バーッとしゃべってますけどよろしいでしょうか。はい、じゃあまず証明って何だろうということと、それについて研究する論理学についてお話しします。第1章という形ですね。で先週まで横田さんが神の存在証明なんてことをやってはりましたが、あれはあれで面白いんですが、今日やる、今日見る証明はまた全く違う、でも同じようなものかもしれない、どうでしょうね。証明って何ですか、こういうもんです。一生懸命読む必要はありません。なんかこんなものです。定理があって証明します、証明完了という形で、こういうのは数学の教科書に載っています。なんで数学で行われる証明の、まあ、典型例、証明というのはこういうもんですよという典型例だと思ってもらったらいいですが、こういうの、この中に現れている数学の用語とかはあんま考えなくても大丈夫です。でもうちょっと身近な証明を見てみましょう、まあ、正方形とか長方形とかいう証明、定数あるいは4の倍数とか2の倍数とかという話、こういうもんが証明。さてこの証明っていうそうですね、こういうことをなんか変えたりするわけですけど、一体これ何してんのか考えてみましょう。証明は数学の中で行われます。で数学というのはまあ言ってしまえばですね、数とか図形といったこの数学的対象といいますかについての研究だと考えることができます。ここに出てきた整数とか、正方形とか、あるいはなんか実数列とか公式列とかそういうもの、数学的対象についての研究だと考えられます。じゃあどうやって研究するのか、数学者はまず仮説を立てます、あるいは予想と言ってもいいです。整数ってひょっとしてこんな整数を持ってるんじゃないかというふうに仮説を立ててみます。なんかピコンとひらめくみたいなんですが、仮説を立てる。でも、これがいやこんな整数を持ってるんじゃねということで、成り立つんだと言っても人は認めてくれないかもしれない、それが正しいとは認めてくれないかもしれない。じゃあなんか予想を立てて、その予想が正しいって数学においてどういうことだろう、考える。仮説が正しいというのは数学の場合証明ができる、あるいは証明を与えたということでもって正しいと認められる。例えば科学であれば仮説を立てたら、その仮説はどうやって正しいと認められるかというと、例えば実験したり観察したり、そういうデータを集めてきて、それを証拠としてこの仮説正しいですねという。で、その一方で数学では仮説が正しいというのは証明ができたということに他ならない。それ以外の証拠はありません。証明というのは数学で認められる唯一の証拠です。数学的な命題、まあ、仮説ですね、が正しいと認められるのは証明ができたときだけ。ということは、数学という研究にとってですね、証明というのは非常に重要な役割を持っているわけです。数学者の主な仕事と言ってもよろしい。
すごい中心的な活動なんですね。数学者というのは証明をやる人と、言ってしまってもいいぐらいなんですが、さて証明というのは数学者がやることでした。数学者の中心的な活動でした。さてここで19世紀後半に視点の転換が起こります。あるいは視点の転換をした人がいます。別なものの見方をした人がいます。証明をするんじゃなくて、それについて考えてみよう、証明について考えてみようということ。証明というのはずっと数学者がやってることだった。やってること。そうじゃなくて、それを研究対象として考えてみようという人が出てきます。それが、言ってしまえば現代の論理学の誕生の瞬間。言っても、まあ、過言ではないかなという思うんですが、数学者というのは証明をする人。で、証明について考える人というのが現れます。これが現代でいう論理学者です。例えば、作家と批評家の関係と言ってもいいかもしれません。作家というのは小説を書く人。で、批評家というのは書かれた書かれた小説について考える人。だからそういうジャンルの違いが出てきて、どっちも証明について関わるんだけど、証明に関わるんだけど、違う関わり方をする人が出てくる。最初の人が私の見るところではフレーゼという人、この人の名前も聞いたことないかもしれないんですけど、この人について私普段研究してます。この人がほぼ現代の論理学を作ったと言ってもいいですが、まあいいでしょう、クリスに。さてこういう人たちが出てきた。証明というものがあって、証明について考え始めました。何が分かったのか。数学の証明っていうのは、ごく少数のパターンだけに従って作られている。パターンがある。で、そしてそのパターンは少ない。ちょっとしかない。有限個しかない。指で数えられるぐらいしかない。ということ。これが分かった。これは結構すごいことなんですね。そして、この少数のパターンということが論理学たるゆえんでもあります。いきなり論理学というと言い出しましたが、なんで論理学なんですかということを説明しようと思います。何がすごいのか。数学的対象について数学は研究すると言いました。対象、で例えば整数について考えてください。1,2,3,4、まあ、整数はどこから始まるんじゃないですけど、1,2,3,4,5,6、どん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 続く、つまり無限にある。数学的対象というのは無限にあるわけですね。だから数学が研究する数学的対象というのは無限の世界を成していると。そうするとですね、それについて研究するということは証明をするということでしたから、簡単に言うとですね、こっちが無限だったら、こっちも無限になるとダメじゃない。だって一つ一つの数学的対象は、一つ一つなんか性質を持ってて、で、数学っていうのはそれを、実際にそういう性質を持ってますよっていうのを証明していくわけですから、証明っていうのも無限にないとダメなはず。でも、実際は、有限個のパターンしかない。ということ。無限にある証明には有限個のパターンしかない。で、証明っていうのは数学的対象と関わっている。ということは、ひょっとしたら、この無限の数学的世界、まあ、そんなもんあんのかと思われる人もたくさんいると思いますけど、そんな無限の世界を有限のパターンで捉えていることができるかも。かもです。分かんないですが、そういう見通しがちょっとしたら立つかもという点ですごい。ここが、証明について考えると分かったすごいの一つ。
さて、このパターンについて考えてみましょう。無限にある証明と有限のパターン。で、証明っていうのは無限にある。数学的対象が無限にあるんだから、証明も無限にあるはずだと。で、この無限の証明を有限のパターンでカバーできるということはですね、この有限のパターンはいろんなところで使えないとダメなはずだ。つまり、ぶっちゃけで言うと、いつでもどこでも、証明のいつでもどこでも使おうと思ったら使えるようなパターンでないと、有限のもので無限のものはカバーできないはず。まあ実際その通りになっているんですが、そういう普遍性を持つ。ということで、論理ってのはそういうもんです。いつでもどこでも使えるパターンを論理法則と呼ぶ。逆に言えば論理というのはいつでもどこでも使える法則のこと。この有限のパターンを論理法則と呼びます。でそのいつでもどこでも使えるパターンについて研究するので論理学ということです。でこのいつでもどこでも使えるということについてもうちょっと考えてみましょう。いつでもどこでも使えるパターンをどうやって取り出すのかというと、数学的対象が無限です。それに対して証明も無限です。ということは証明によって証明されるこういう命題、3つしか挙げてませんけど、他にも4つある。いろんな内容を持った命題が無限個ある。でそれに対する証明が無限個ある。ということで証明は有限のパターンでカバーできる。ということはいつでもどこでも使えるパターンということは内容に関係なく使えるものでないのではない。内容が違ったら使えないんだったら無限のものを有限でカバーすることは難しい。だから論理法則というのは内容に関係なく使えるものである。じゃあ何に関係するかっていうと、命題や証明の形だけに関係する。だからそれの形だけに着目して取り出されるパターン。形は有限なんですね、結局ね。だから内容は無限にある。でも形は有限しかないので、パターンも有限、ここで抑えられるということです。これが論理学のやること。論理学というのは証明の形式化をやる学問です。形式化っていうのは内容は無視して形だけに注目してパターンを取り出すことですというふうにここでは考えています。証明のパターンだけを取り出す論理学で、形だけに注目するので形式論理学と呼ばれます。そして、この講義カリーハード同型対応で問題になる証明の構造というのは、このパターンを取り出した時のパターンとその組み合わせ、証明を形式化すると浮かび上がってくるパターンとその組み合わせからできます。まとめましょう。証明というのは数学で認められる唯一の証拠です。だから数学者はそれをどん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 作っていかないとダメ。数学者はそれを主にやっている。数学者の中心的な仕事です。で、そんな証明について考える人たちが出てきた。それが論理学者である。で、論理学者は、証明とかそこに登場する命題の内容ではなくて、形、パターンだけに着目して、で、有限個のパターン、有限個ということはいつでもどこでも使えるパターンを取り出す。でそれこそ論理法則であるという形で研究する形式論理学が生まれたということです。論理学を10分ぐらいで説明してしまったので大変なんですが、
まあ、こんなこと言うともうパターンってないよと、何ですかそんな知りませんけどということになると思うので、じゃあその形パターンを実際に取り出してみましょう。取り出してみるとそんな何も難しいことはないし、なので照明の行動を実際に取り出してみましょう。照明は、論理学者は照明をどのように形式化したのか、そして形式化されると照明はどんな構造をしているのかを見ていきます。の前に、ここまでで何か大丈夫ですか？よろしいですか？やっと具体的な感じになります。といってはですね、いろんな形式化ができる。例えばさっき紹介したフレーグタイム。一番最初の、現代論理学の出発点になった人ですが、その形式はこんなんです。わかんないんですね。説明するのもめんどくさいので、ね。でもこれすごい面白いですね。すごいんですが、これについては見ない。ゲンゼンさんという人がいます、別に。ゲンゼンさんが考えた形式化、自然演技というのがあります。ナチュラルディラション。それで考えてみます。ナチュラルというぐらいですから、その名の通りですね、数学者が実際に行っている証明をごく自然に形式化したもの。なので、その形式化の過程を我々は再構成できる。それで、これについて見ていきましょう。ちょっとした内容が分かんないので、大変かもしれませんけど、まあ、そんな考えなくていい。なんでかというと、形式化っていうのは内容を無視してよろしいということですからね。で、その構造、形、パターンだけを取り出していきます。まず、照明全体について考えてみます。色が見にくいですね。ここの、仮定するっていうのが始まってですね、するととか、この時とか、それゆえっていう言葉が出てきます。皆さん、まあ、これ見にくかったら、説明の方にこれ書いてますので、適宜追ってもらったらいいんですが、こういうのが現れています。だから、照明っていうのはこういうふうに作られてる。まあ、なんか仮定してですね、ですると、この時、ということを繰り返して、最後、それゆえ、結論、照明終了という形をしている。ということをやっている。するととかこの時とか全部意味一緒です。従ってと言ってもいい。だからと言ってもいい。ここでやっているのは、この接続詞を表しているのは推論だということです。X 位置と仮定しますと、ね。それが成り立っていると仮定しましょう。そしたら、従って X にも成り立つ。X2 が成り立つとしたら、その時、X3 も成り立つ。という形で、推論をしていきます。従ってとか、それゆえという言葉を使って。だから、証明というのは推論ステップの積み重ねでできている。まあ、こういうステップを積み重ねていくという形でできている。で、また見にくいですけど、証明の中で、定義 3.5.124 とか、まあ、この番号は教科書の中での番号なんで無視してる、たまにね。だから定理を使うということを行われている。定理ってのは他のとこで証明されてます。だからですね、その中で使う。例えばここかな、収束する部分列を持つということが分かった。でこの時、定理 3.5.2 により収束するみたいなこと言われる。だからこれとこれを合わせて、これが出てくるよという推論をしている。中身は考えなくていいです。2つの命題から1つの命題が推論されたりしている。で、この定理の上には証明があるはずだということで、証明というのはこういう形をしている。この Y とか Z とかっていうのが、さっきの定理ですね。他のところから持っている。他のところから持ってきたものが合流する。X2 と Y を合わせて X3 を出す。で、X3 と Z を合わせて X4 を出す。という形で、どんどん合流していって最後結論。という形。だから、照明の骨格自体を、形として取り出すと、こういう形。逆三角形。ないし、
枝がこう伸びているので木の形にかける。ずいぶんさっきの姿からは変わりましたけど、形としてはこういう形をしているんだと見ることができる。こういうのをプルーフツリーといったりします。ツリーですね、木、照明の木というのに対します。これが照明全体の骨格です。これレジュメに載ってます。で、照明全体の形は分かりました、骨格は分かりました。でもその骨格 X2 と Y から X3 が出てくるみたいな、こういう、これ一部分だけ取り出したものですが、こういう形をしてるんだけど、じゃあここで一体何が起こっているのか、この横棒の上と下で一体何が起こっているのか、この一つの推論ステップで何が起こっているのかを考えてみます。ここでも重要なのは形です。形に注目、形っていうかパターンと言った方がいいかもしれませんね。パターンですね、ここに7番っていうのがある。7番でこれ定理なので一番最後に現れる照明全体の結論ですね。次、7番っていうのがある。で、また最後です。もう一丁、ここも7番が来てる。だから密に共通する7番というのが見えた、パターンが見えた。はい、ここで例としてあげた定理は全て A ならば B、 何とかならば何とかという形をしています。で、7番と日本語で書くではなくて矢印で書きます。もう完全に記号化されちゃいましたけど、これで A ならば B と読んでください。A 矢印 B と書いて A ならば B。全部この形をしているパターンが見えたねということ。で、今のパターン、3つ見てもらったら分かるようにですね、この A ならば B という形が照明がずわっと続いてきて最後に導かれるということです。じゃあ、この最後のステップで一体何が起こったのか考えてみましょう。つまり A ならば B という形の命題を導き出す推論というのはどういうパターンをしているのか、また照明の中から見ていきましょう。はい、A ならば B の B の部分に注目してください。これ後ろ側、まあ、こう後ろ側ですが、ここにある結論の1個前にある次、これも結論の1個前にある、これも結論の1個前にある、皆さん冷静の方を打ってもらってもいいですが、そういうパターンが見える。つまりですね、今 A ならば B を最後に引き抜いたこのステップ何ですかと考えたときに、B が1個上にあることが分かった。じゃあ A はどこに行った？ A ならば B なんだから A と B 両方関係しそうなもんだけど、 A はどこに行ったんですかということを考えてみましょう。最初にあるここ、 A ならば B の A の部分、前半の部分はここにある。で、仮定するというおまじないがついてます。まあ、仮定するわけです。仮に成り立つとしよう。これを見ても一番最初にあって仮定するということが行われている。次、これも一番最初にあって仮定するというおまじないがついている。はい、これでだいぶパターンが見えましたね。 A ならば B の A ならば B の前半部分は照明の最初で仮定されて、でむにゃ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 ってやって B が出てきて、それゆえ A ならば B だということをやっている。で、このむにゃむにゃむにゃ部分、点点点の部分は見てもらったら分かるように、それぞれの照明でちょっとずつ違う。まあ、これは内容が違うから違うんですが、でも
このパターンだけは3つの証明に共通しています。そこでこれが A ならば B という形の命題を導き出すパターンです。ちょっと記号を変えてこう書きます。 A を仮定して B が導けたなら、そこから A ならば B と推論してよし。この中、見ますと B はさっきの点点点の代わりです。 A 仮定してその後なんやかんややって D が出てきたら、最後に A ならば B と導いてよろしい、推論してよろしい。でこういうのを専門用語でならば導入法と呼びます。なぜかというと、ならばっていう記号が出てくるからですね。推論をしたらならばっていう記号が導入されるから。まあ、これ専門用語なので別に覚える必要はない。これが推論の一つのパターンで、ここにカッコついてますね。 A のところにカッコついてるのは何ですか。カッコが出てるのは A という仮定が消去されたということを意味しています。仮定が消去されてどういうことですかというと、まああんまり深入りしたくないんですが、どうかな。 A 仮定します。で、みやみやとやって B が出てきます。で、この時私がこういう推論をしたとする。まだ A なら B 出してませんよ。で、こういう推論をしたとする。で、ここで私がですね、よし、B が成り立ったと言ったとすると。そしたら、他の人が多分こう言うでしょう。でも、あんたは B が成り立ったと言うけど、その成立には A が関わっている。B の成立は A に依存しているよね。あんたの主張は A という仮定に依存している。だから、A という仮定を認めない人は、あんたの B という主張は認めないよというふうに言われるかもしれない。で、こうする。A ならば B 自体は、もはや A という仮定には依存してない。どうですか。抜かしとかなんですが。これは帰って考えてみました。あまり深入りしたくない。A という仮定付きで B ということが言えた。そしたら、もや仮定なしに A ならば B ということが言える。まあ、この辺難しいところなんですが、覚えてほしいのは、この形だけです。パターンだけ。ほとんど意味とか忘れてもらってもいいぐらいですが、この形だけなのであんまり深入りはしません。この形を覚えておいてください。さて、このならば導入則はですね、A ならば B という形の命題が横棒の下に来る推論のパターン、 A ならば B を結論として導くパターンでもですね、ちょっと考えてみてほしい。こういうさっきの証明のキーですね、を考えてみてください。で、その中の C について考えてみてください。 C はですね、この A、B、C 取り出してみると、この推論の結論になってますね。導き出される側、この下側を見てください。 C と D と E 見てください。だから今度は推論の前提になっている。2つの顔を持っている。導き出されると同時に導き出すものでもある。正面の中に出てくる命題というのは、ある推論の結論、横棒の下に来ることもできるし、それと同時に別の推論の前提、横棒の上に来ることもできる。だから命題には2つの顔がある、2つの役割があるんですが、このならば導入則というのは横棒の下のやつですね。それを結論として導くパターン。じゃあ横棒の上に来たらどうなるのということが気になる。A ならば B という命題に関わる推論のパターンを考えるなら、結論の場合と前提の場合、両方考える必要があるでしょう。はい。
まずはこれです。これの一部分だけ取り出してみます。青いとこ、よう見たら青いとこ。A のは誘拐である。すると、ボルツァーのワイエルシュトラスの定理により収束する部分列を持つ。この一部分取り出すと、こういう形してます。2つ合わせて、これが出てくるという形。さっきも見ましたね。この2つ合わせて、これが出てくるという形。で、ボルツァーのワイエルシュトラスの定理って何やねん。ここには何も書いてないので、こういうものです。ボルツァーのワイエルシュトラスの定理は、誘拐ならば収束する部分列を持つ、内容はいいです。これならばの形ですね。これまたならばの形で、さっきの推論はこういう形をしてました。で、ここに来てるのは誘拐であるを前の部分で、結論に来てるのは収束する部分列を持つを後ろの部分。形はこうです。こっちは多分分かりやすい。なんとかならばなんとか。で、その前のなんとかが言えたら、後ろが言える。大きく書きましょう。A ならば B と、A から B を導いてよろしい。というパターンです。これまあ、わかりやすいと思います。で、これは、上側に A ならば B が来て、横の上に、A ならば B が来て、それを、そのならばが、結論が消えているわけですね。なので、除去則、エリミネーションルールと呼ばれます。ならばをのける規則ですね。と呼ばれます。まあ、これも専門用語なので、あんまり覚えなくても構いません。ただ、この形だけを覚えておいていただきたい。この形ですね。伝統的にはこれ、モルスポネンスと呼ばれてきた推論規則です。はい、この2つのパターンを取り出しました。で、ならばに関してはまあこれで十分なんですが、 A ならば B という命題の形パターンを取り出しました。で、その形に対応する推論規則を2つ取り出しましたね。命題というのは2つの顔を持っている。横棒の下に来るときと上に来るとき、それぞれに対応して推論規則がある。で、こういう、ならばの場合はこういう形をしているということです。なんとか証明から取り出すと、こういうのが出てくるということです。もはや、さっきの証明の形は、微塵も、内容とか微塵も残ってないわけですね。この形式化と言います。で、この形、パターンだけ使って、こんなコードを作ることは、説明はしません。だからこういう感じの、もう図ができちゃう。ということですね。はい。今、A ならば B という形を見ましたけど、命題の形は他にもいろいろあります。で、その形に応じて推論規則があります。で、その推論規則はいつでも導入則と除去則のセット、つまり結論になるときと前提になるときのパターンを決めてやったらよろしい。見つけてやったらよろしい。ということです。で、いちいち説明はもうしません。こんな風に。で、いろいろあるんだけど、有限個しかない。ちょっとしかない。こんぐらいのもの。数学の証明っていうのは、まあ大体ですね、簡単に言ったらもうこんぐらいのパターンで作れちゃう。言いましたね。有限個のパターンしかないということを言いましたけど、基本的にこういうぐらいのものでできる。で、これはいちいち説明しませんし、みんなもあんまり考える必要はない。はい。これで一応証明の構造について見ました。証明というのは、推論ステップの積み重ねでできてて、で、こういう逆三角形の木の形をしてた。で、その木は、木の一つ一つのステップは、推論規則。こういう導入則と除去則。で、持ってできてた。で、形だけに注目したパターンが取り出せました。ということで、この2つのパターンを覚えておいてください。さて、今日はこれでほとんど実質的に話は終わってるんですけども、でもですね、何のためにこんなことをするのかということをお話ししとかないかんでしょうか。こんなパターンを取り出して何が嬉しいのか、こんな記号を使って何が嬉しいのか、
言われるかもしれない。で、形式化しました。証明のパターンを取り出しました。で、特になんでそんなことせなあかんのかを考えたときにですね、例えば数学者は、あんなルールブックみたいな、こんなんですね、を見なくったって、証明どんどん作ってるわけです。楽々と作ってる。あんなパターンのことなど意識せずに証明を作ってる。数学者が証明をできてる分には別にそんなこと、そんなパターンなんて取り出さなくていいじゃないと言われるかもしれない。ということで、わざわざ形式化して何が嬉しいんですかということ。そして、形式化の目的は一体何なんでしょう。で、形式化すると何が、どんないいことがあるのかということを考えてみたい。で、今までは単に紹介してきただけですけど、ここから、私なりの考え方になる。なので、スタンダードなものとも言えないかもしれないし、必ずしも正しいとは言い切れない。いろんな見方があります。そんなので私なりの見方です。で、今からの見方は論理学の中でも証明論と言われる分野があります。その通り、証明について考える分野なんですが、論理学の中でも特に証明について考える分野なんですが、それの基本的な発想だと私が考えているものをご紹介します。はい。だから形式化とは何をするのか、何のためにするのか。ということは論理学は何をするのかという問題ですね。で、論理学が生まれてきたのはこの視点の転換から生まれてきたわけです。証明を行うんじゃなくて、証明について考えることで何が起こったのか、どんな良いことがあるのか、ということです。はい。この考え方について、検討してみたい。最初に言いました。数学というのは数学的対象についての研究である。数学的対象の世界がありますけど、で、数学というのは数学的対象についての研究なんだと。で、例えば数学者というのは、よいしょ、なんか、あ、ここにあるのは数とか図形ですね。正方形とか整数とかそういうやつ。数学者っていうのはこれに対してある種のなんか感覚みたいなのを持っている。そういうのをよく哲学では直感というわけですが、まあ、ピコーンとくるわけです。そんな感じで研究するみたいなことが言われる。で、はっきりそれ以外ない、これ、そういうしかないんですが、そういう感じがする。直感するという形で研究する。あるいは、数学的な命題について考えてみましょう。命題。今日出てきましたね。例えば、整数 n は、4の倍数だったら2の倍数でもある。この命題なんか、整数について語っているように見える。だから語っている、あるいは表現している数学的対象について何かを表現しているように見える。数学的命題というのは数学的対象について何事かを表現する。で、数学の研究というのはこの命題が正しい、数学的だ、この命題が正しいことを言おうとする、ということですね。だから数学的な対象について数学は研究しているじゃないかという見方、こういう見方があります。こういう見方は、まあ、スタンダードといえばスタンダードかもしれない、普通に考えるとなんか数学的対象について研究している気がする。でもですね、問題、こっちにある数とか図形というのものは見たり触ったりすることができないものである。この世界の中にない、この宇宙の中にはない。しかも無限にある。
例えばよく使われる比喩だとですね、天文学者というのは星について考える、星について研究するのと同じように、数学者は数学的対象について研究するんだと。でも大きな違いは、天文学者は星を望遠鏡なんかで見ることはできる、見て観察してデータを取ることはできる。でも見たり触ったりできない、数学的対象は。だからなんか直感するんだみたいな言い方になる。でしかも星は多分有限個しかないんですが、数学的対象は無限個ある、無限個あるもんでないとなる。ってことは、数学的対象ってそもそも何ですか、こんなものどこにあるんですかという問題です。大体の人はあまりそんなもんねえだろうと思っちゃう。であるかどうかもわからない、そして絶対に見たり触ったりすることもできないようなものについてどうやって研究するのという問題が出てくる。でさらに、こんなもんがあるかどうかわかんないとしたら、数学的命題がそれについて何か表現するといっても、一体何を表現しているかわかんない、数学的命題の内容って何ですかというのが分かんない。哲学の用語を使うと、数学的対象にはですね、それにまつわる存在論的な問題、まあ、あるのかないのか、どこにあるのかという問題、で認識論的問題、それについてどうやって、研究することができるのかという問題で、数学的命題に関する意味論的な問題、意味の問題、こういう3つの問題がすぐに出てくる。こういう数学の研究というのはこういう感じで行われてますよという図式で見ると、こういう問題が出てくる。つまり数学っていう研究をどう理解したらいいのかということを考えたときに、こういう問題が出てきますね。数学的対象というものは不思議なもんで、こういう問題を引き起こす。さて、今日した話とはかなり遠くまで来てしまいましたが、なぜ遠くまで来てるかっていうと、ここに照明が占める場所がないじゃんということです。今、数学という研究についてこういう図式で考えました。そこで抜け落ちてたのは照明です。でも照明ってものすごく大事なものだったはずですね。数学という研究について考える、数学という研究が一体何をしているのかを考える際に、照明というものについて考えないとダメだろうって、だって一番大事なもんだから、唯一の証拠と言われるぐらいのものですから、大事なもんなのに、この図式だけだとちょっと抜け落ちてる。で、だからひょっとしたら問題が生じてたんじゃないって言ってます。もう一丁、なんで抜け落ちたのかというと、まあ、ただ数学者の側から考えたらですね、さっき言ったように数学者は楽々と証明を作っている、あんなルールブックみたいなものを見なくたってどんどん証明を作ることができる、 A なりは B と A から B が推論できることとか知ってるがな、言われても分かっとるがなというぐらいのものなわけです。まあ、証明あるいはここで行われている推論というのは数学者にとってはもう使い慣れた道具であって、わざわざ意識するようなことがないものです。だからですね、しばしば我々にとってもそうですね、 A なら B と A から B が推論できる、うんそうだろうね、言われてみたらそうだけど、普段はそんなことを言われてもこういう推論になってるってことがあるんです。だからですね、しばしば抜け落ちてしまう。証明あるいは推論の当たり前さと数学の中で証明が占める重要な役割、その間には何かギャップがあって、そのギャップが数学的対象の問題の一つの原因じゃないか、あるいはこのギャップを埋めるといいんじゃないか。だからですね、数学という研究の中での証明の役割をしっかり考えてみよう。当たり前だけど大事なことなんだから、ちゃんと意識的に考えてみよう。これが論理学の出発点。そうしないと
照明を入れないとどうやらこの図式ではうまくいかないと。じゃあ照明について考えると、ちゃんと意識的に考えるとどうなっていくか考えてみます。ここはまあ難しいところですけど、論理学っていうのは明確に内容の観点から来るし、ここですね、これ照明というファクターに意識的になると何が起こるでしょうか。命題とは何かという考え方が変わります。ここでの命題は何か一つあって、それが数学的対象について何かを表現しているというイメージで捉えられていますね。で、通称照明というファクターに意識的になるとどういう考え方が出てくるかというと、これです。さっき言いましたね、命題というのは照明の中で2つの顔を持っている。他の命題から導き出されたり、他の命題を導いたりするもの。つまり、命題というものに対する考え方が変わる。命題というものは何か表現するものという考え方ももちろんできるんですが、照明について考えると他の命題と関係するものという視点が出てくる、あるいは視点の転換が起こる。例えば X という命題は X1 という命題と推論を通じて関係しているかもしれない。そしてひょっとしたら X2 という命題と関係しているかもしれない。よいしょ。他にも Y とか Z とかですね、Y と Z っていうのはまた何か関係しているかもしれない。ここの線は何か推論でつながっているぐらいのイメージだと思ってもらったりです。命題というものの捉え方、ここでの図式とは違う捉え方が出てきます。そうするとですね、こういう捉え方のもとでは、なんかああいう数学的対象なんてものを想定してんでもですね、この命題はそれ自身である種の内容を持っている、あるいは情報と言い換えてもいい、を持っていると考えることができる。どういう情報かというと、こういうこと。他のどのような命題から帰結するか、導かれるか、他のどのような命題を導くか、帰結するかというものです。つまり、こいつはですね、この、もっといろいろあるんですが、ネットワークの中である位置を占めとる。その中で他の命題といろんな関係の仕方を持っている。で、この関係の仕方っていう情報を持っている。他とどういう関係を持っているかという情報を持っている。で、これこそ数学的命題の内容だと考えたらいいんじゃないですか。一つの命題が数学的対象について何かを表現しているっていうイメージじゃなくて、これネットワークで考える。でネットワークにある命題が位置している。でそうすると他の命題と関係している。 X は X2 と関係するという情報を持っている。その情報の全体がその数学的な命題の内容と考えてみたらどうということです。なかなか難しい面はあるんですが、これがイメージ、命題についての考え方を変える、ね、こういう上の図式で考えたら数学的対象なんてもうないんだから何を表現してるかわからなくなってしまう。でもこの命題自身は証明の中でこういうネットワークの中にあるんだから、この関係から考えてみたらどうかということです。こっちの図式で考えるということ。こういう考え方の、チェンジ、シフトが起こる。さて、そうするとですね、形式化っていうのは証明のパターンを取り出すことでした。論理学っていうのは証明のパターンを取り出すことを目指してた。で、証明のパターンということは、推論のパターン。つまり、ここの関係が一体どうなっているのか、あるいは X はどんな命題と
方で関係するのかというのをはっきりさせるということです。しばしば暗黙のままになっている、当たり前すぎて暗黙のままになっているような情報をちゃんと取り出して、こことはどういう関係になってますかというのをはっきりと取り出すことを目指す。形式化というのは数学的命題の内容、それはこっちの図式で見た時の内容ですが、こっちの図式で見た時の内容をはっきりさせていくこと、なかなか難しい問題なんですね。このネットワークものすごくでかくてものすごく複雑なので、なかなか X が持っている情報をちゃんと取り出すことって、なかなか難しいんですが、まあ、その出発点です。命題全体が成しているネットワークの解明を目指すために、まずそのパターンを取り出していこう。でそれが数学的命題の内容の解明につながるということで、今ちょっと難しいと言いましたが、その問題を解決するための方法が一つあります。解決するというか、解決に向けた一つのアプローチがあります。でそれについては来週お話しします。こういう図式の下で命題の内容をどう考えるか、どのように形式化していくかといったときに使う手法が一つあります。それを次回証明します。ごめんなさい、紹介します。で、それが、だから、論理学にとって重要なこういう実践の中での考え方が、プログラムと関係するということを見ていきます。それは来週の話。さて、命題についての考え方を変えて、命題の内容についての考え方を変えて、こういう形で考えていったらどうかと。それで数学的命題の内容についてはこういうアプローチでいきます。じゃあ数学的対象って一体そもそも何だったのと考える。まあこれがさらに難しいところですけど、ここはな、あんなとこにはない。ない、あると考える必要はない。数学的命題というのは命題の中に現れるわけ、今何て言うの、数学的対象というのは数学的命題の中に現れるわけ。例えばさっき ABCD は正方形という命題がありましたね。で、だったら ABCD は長方形だということが言える。で、この2つの命題が関係している。で、この2つの関係をこの ABCD という四角形がある意味で取り持っているわけですね。ここが例えば何でしょう、 EFGH、 ここの命題が EFGH は長方形だ、別の四角形は長方形だという命題だったら、これとこれつながらないですね。はい、同じものが現れてて、この関係を取り持っている。こことここの間の関係には他にもいろいろファクターがあるだろうけども、一つの役割としてこの ABCD という四角形がこの関係を取り持っている。そしたら対象についてもこのネットワーク全体の中での役割ないし位置という仕方で考えてみてはどうですか。あんなどこにあるのかわからないようなものじゃなくて、このネットワークの中での役割として考えてみてはどうですか。でこれはさらに難しい、そんな対象を取り出すことはなかなか難しいんですが、この見方、一つ面白いことがあります。私が一番言いたいのはこれなんですが、数学的対象、まあ、こういうかネットワークの中での役割とかいう形で考えるとしてですね、でもですね、問題がありました。無限性と抽象性、無限にあってしかも見たり触ったりできない。で、無限にあるというのも数学なんてしょうがない、無限にないとダメ、無限にないと数学的対象とは呼べない。で、
抽象設定の困るわけですね。それについて研究するのに、見たり触ったりできないので困る。で、どっちからいきましょうか。無限性の方。最初に言いましたね、証明というのは無限なんですね。無限個案。どういうふうに無限個作れるかというと、証明のパターン、さっき挙げたようなパターンを組み合わせて繰り返して、ガチャガチャガチャとやっていくことで、無限に作ることができる。いくらでも多く作ることができる。言い換えれば、ここのネットワークは無限にあるわけです。無限に大きい。X は X2 と関係して、X には何かと関係して、それはまた何かと関係してって感じで、無限に広がっている。命題は、そういう無限のネットワークになっている。それを作っているのが水温のパターン、照明のパターンですが、なんで、大雑把に言う、極めて大雑把に言うと、数学的対象は無限だと。で、無限のものってどこにあるのというのが一つの問題でした。とりあえず一つ無限が見つかったよということです。ここに無限があるじゃない。で、数学的対象の無限性をこっちの無限性にひょっとしたら反映できるかもね、ということです。なかなか難しいところがあるんですが、その間にはいろんなことを考えないとダメなんですが、とりあえず一つ無限なものが見つかったよ、ということ。ここに無限なものがありますよ。で、一方、でも抽象的なもの、見たり触ったりできないもの、それになんかアクセスできないものだと困るわけですね。何も問題解決してない。これ。証明には有限のパターンしかないです。だから我々その有限のパターンを把握できる。で、しかもその無限のものを我々作ってるじゃないかということ。見たり触ったりというのはまた違うかもしれないですけど、証明は我々自身が作るという形でこの無限に関わっているわけです。いいですか。だから見たり、完全に見たり触ったりできないものではない。遠い、どこにあるかわからない世界にあるものじゃない。ここにある無限は我々自身が作っているものですよ。ということ。こういう式で、上の式で考えると数学的対象というのは、直接認識できない、普通の手段では直接認識できない無限のものたちです。でそうすると数学が一体何しているのかが分かりにくくなる。じゃあこの数学的対象の、まあ、起源のようなものをどこに探したらいいだろうか。ここだ。証明というのは我々が推論するという形である意味でアクセスしちゃってる、関わってる。だから、遠くの世界にあってどう関係しているのか分からないような対象じゃなくて、我々がアクセスしている無限のものがここにありますよ、ということが分かった。と、まあ、かなり浮世離れした話ですが、証明をただ単にやるんじゃなくて、証明について考えるという視点の転換をする。命題についての内容、命題の内容についての考え方が変わる。そうすると、ここになんかネットワークが できる。これ無限のものですね。で、しかもそれは我々自身が、我々はちょっとまあ数学者と言ってもいいですが、数学者自身がやってること。パターンを取り出すことで、数学の実践そのものの中に無限的なものがあった。ということが分かった。これは結構驚くべきことなんです。無限なものがあるよということなんですが、で、それでもって、この数学的対象というものをちょっとした説明できるかもね、ということです。最初に、無限の世界を一挙に捉えられるかもね、と言ったのはこういう気持ちです。無限のものを確保しておいて、そこから数学的な対象にアプローチする。で、それは証明について意識的に考えるということなしには、おそらく出てこなかった考え方。
ませんか。まとめます。形式化は何のためにするのか、論理学は何をしているのか、証明のパターンを取り出して何が嬉しいのかという問題、これは数学は一体何をやっているのかという問題と密接に関わります。数学という研究について理解するためには、例えばこういう、ああいう上の図式で考えると数学的対象って何やねんという問題が出てきます。で、なかなかこの問題を完全に解決するのは難しいんですが、証明というこの図式にはちょっと抜け落ちている、数学の中で重要な実践に着目します。で、放電子されて暗黙のままにされていたパターンを明示的に取り出します。取り出すとこういうネットワークが見えてきます。で、命題についての考え方が変わる、数学的対象についての考え方が変わる、で、この中に無限が見えてくる。で、それから、そういう視点の切り替えをして数学という研究にアプローチしよう。数学的命題とか数学的対象とか数学という学問に対する、新たなアプローチ、新たな考え方をもたらしてくれる、あるいはそのための方法です。はい、とりあえず今日はここまでになるんですが、もうちょっと話し、今日覚えて帰ってほしいことは、今こういうことをブワーって話しましたけど、まあなんか論理学ってそれなりに意味があるんだということを思ってもらえたらいい。今日覚えて帰ってほしいのはこういうこと、この2つ来週まで覚えてくれてると、来週プログラムの構造とこれが一致するというふうになる。で、あと、まあ、哲学的な話としてはですね、何気ない当たり前に見えるパターンを取り出すことで、良いことがある、より良い何かについてより良い理解を得るためのアプローチが出てくる。そのためには視点の転換が必要でした。視点を変えることで何か、いいことが起こるということです。で、今日お話ししたのはかなり大雑把な話です。いろんな問題は全部切り捨ててます、ですね、細かな過程、プロセス、議論の過程なんかは全部すっ飛ばしてます。アイデアです。で、アイデアはですね、ある今回数学という実践の中にあるパターンを取り出すことで、その実践に対するより良い理解を得るというアプローチでした。この手法はですね、数学以外の場面にも応用できるでしょうか。何が考えられるでしょうかね。まあ、日常生活で何でもいいですが、今もう純粋に数学だけの話をしたけど、他の場面だとどうでしょうということ。これについてはこの講義ではお話ししませんけど、まあ、興味のある方は考えてみてください。もう一つ、この考え方、かなり奇妙な考え方で、形式化というのは、内容のことは無視して形だけを取り出すということでした。パターンだけどです。で、最終的にたどり着いたのはですね、パターン取り出すと内容がわかるという考え方。これなんかおかしないですね。縮めて言えば、内容のことは無視して形だけ取り出すと内容のことがわかるということ。今回形と内容の関係、そもそも形って何だろう、内容って何だろうということに関わるんですが、結構面白い問題だと思います。で、私としては内容のことは無視して形を取り出したら内容が分かるというのは正しいと思うんですが、皆さんはどうでしょうか。お前の考え方、大西の考え方はおかしい、思われる方もいるかもしれません。そういう方は、また言ってきてください。はい。
これまあ今からこういう考え方を発展させるとしてぶつかるような問題ですね。まあ、興味ある方は考えてみてください。で最後に次回の予告します。今日はですね、皆さん大変だったと思いますが、数学中ものすごく抽象的な分野についての、まあ、哲学的なものすごく抽象的な話をしました。でその中でまあ証明のパターンを取り出せたわけですが、次回はプログラミング、プログラムの話です。でこれはとっても実用的な話です。皆さん、自分でプログラムを変えたり、プログラムを読んだりすることはまあ少ないと思うんですが、ね、プログラムが例えばエラーを出しちゃうと、バグっちゃうと困る。今これしてる、これが、これしてる。講義をしているときにパソコンがエラーを出すと非常に困る。という意味で我々の実生活に関わる。で次回はプログラムについてお話しするんですが、そのエラーが出たらどうするの、あるいはエラーを出さないようにするためにはどうするのという非常に実用的な話をします。になります。で、まあ、言ったら浮世の話ですね。で数学中浮世離れした話。でその2つ、そこから出てきた2つのパターンが最後一致するということで、それも不思議ですねというふうに話を持っていきます。はい。まあ、宿題というか、興味のある方は考えてみてください。次回につながる話。2+3×5 という数式を見てください。この数式は一体何を表しているでしょうか。というと、まあ、今日の、ね、内容の話とかあるんですが、それはまあ忘れて、普通に考えてみてください。こういう数式は何を表しているでしょうか。少なくとも2つの解釈、2つの読み方があります。その2つ、よかったら考えてみてください。ヒントは、下に書いている数式です。等式ですね、イコールで結ばれる。だから両辺にあるものはある意味で同じなんだけど、でも違う意味で違うよね、他の意味で違うよねということ。等式の両辺は同じようだけども違うようでもある。だからここに2つの意味がありそうだということで、2つの意味、どんな意味があるだろうか、よかったら考えてみてください。でそのうちの1つがプログラムに密接に関わります。まあ両方かな。両方ともがプログラムに密接に関係してきます。でまた数式使うんだと思われるかもしれないですけど、まあ数式を使って、プログラム